アモス書、八章神である主は私に示された。そこには一かごの夏の果物があった。主は言われた。アモス、何を見ているのか。私が一かごの夏の果物ですと言うと、主は私に言われた。私の民、イスラエルに終わりが来た。私はもう二度と彼らを見過ごさない。その日には、 神殿の歌声は悲鳴に変わる。神である主の言葉。多くの屍が至るところに投げ捨てられる。口をつぐめ。聞け、貧しい者たちを踏みつけ、地で苦しむ者たちを消し去ろうとする者よ。あなた方は言っている。新月の祭りはいつ終わるのか。私たちは穀物を売りたいのだが、安息日はいつ終わるのか。 麦を売りに出したいのだが、エパを小さくし、シェケルを重くし、あざむきのはかりであざむこう。弱いものを金で買い、貧しいものを履き物一足分で買おう。くず麦を売ろう。主はヤコブの誇りにかけて誓われる。私は彼らのしていることを皆、いつまでも決して忘れない。地はこのために震えないだろうか。地に住むすべてのものは、 もに服さないだろうか地のすべてのものはナイル川のように持ち上がり、エジプトの大河のようにうねっては沈まないだろうかその日には神である主の言葉。私は真昼に太陽を沈ませ、白昼に地を暗くする。あなた方の祭りをもに変え、あなた方の歌をすべて哀歌に変える。すべての腰に荒ぬ女をまとわせ。 頭をそらせる。その時を、一人子を失った時のものように、その終わりを苦渋の日のようにする。見よ、その時代が来る。神である主の言葉。その時、私はこの地に飢饉を送る。パンに植えるのではない、水に乾くのでもない、実に主の言葉を聞くことの飢饉である。彼らは海から海へと、 北から東へと彷徨い歩く。主の言葉を探し求めて雪巡る。しかし、それを見出すことはない。その日には、美しい若い女も若い男も、渇きのために衰え果てる。彼らは、サマリアの在下にかけてこう誓う。男よ、あなたの神は生きている。ベールシェバの道は生きている。しかし、彼らは倒れて、二度と起き上がれない。